レディっていう曲をやります。薄暗い空だって他の星も明かり当たる見渡しても何もない。誰かがこっち見てきたってる寂しいように遠い空を見る。あなたが歌ってやりたくないこと何か手なのにやりたくないことは理由
改めまして、本日ですね、一応トリを務めさせていただきますエースコレクションのトビワンです。よろしくお願いします。まあ、どこぞの 誰かがね、元気いったりとかね、なんかアダプターがなくて、なんかエフェクターのなんか電源が入らないだとか、まあ、僕みたいに今ね、いったりとかね、アクシデントがいっぱいあるんですけど、まあね、そういうアクシデントとかを払拭してね、ライブにぶつけられたらきっと多分いい役取りになると思うので、多分1年生もね、多分これからフレッシュマンの練習で多分スタジオとか入ると思うんですけど、まあ、なんか仮にできなくてもね、先輩とかに聞いて、できればいいかなって思うので、まあ、できたら絶対楽しいし、何か大人数でことをなすってすごくいいことだと思う。違うな。ごめんなさい、めっちゃ宣伝なんですけど、さっきヤバティやってたじゃないですか。ヤバティでこっち側に立ってた金髪の背高い変なやつがいたと思うんですけど、そいつがどうぞよろしくって言ってたんですよ。どうぞよろしくっていうのは僕がやってるクランクハイトっていうオリジナル曲をやっているバンドでですね、僕が必ずライブ前に言うことでしてですね、まあ、ついでと言ったらなんなんですけど、6月15日に新宿のライブフリークっていうところでライブがあってですね、投票に見事ね、投票制があってですね、見事投票いっぱいもらえるとですね、なんか山中湖のフェスに出れるみたいなので、よければ皆さん来てください。以上です。おめえは出んだよ。
こんな感じでね、なんか言う、もうなんか血見ると嫌な気持ちになるんですけど、嫌な気持ちをね、あのまあたまりたまった鬱憤をね、ここで晴らしていきたいと思います。じゃあ最後の曲です、鬱憤という曲を。します。